はい、皆さんこんにちは。畑野理和です。今日ですね、胸の筋肉をつける腕立て伏せの方法をご紹介したいと思います。胸の筋肉をつけたいために腕立て伏せをやっているにもかかわらず、胸ではなく肩とか腕に効いてしまっている方、今日の動画最後まで見ていってほしいなと思います。まず今日はですね、胸全体、特に胸の真ん中を鍛える腕立て伏せの方法をご紹介したいと思います。まあ、以前ですね、胸の上とか、胸の下とか、内側とか外側、部分的に、部位的に、活動させる腕立て伏せの方法をご紹介しましたので、今日はまあ、ね、腕立て伏せの効かせる、胸に全体的に効かせる方法をご紹介したいと思います。特に真ん中、あとは上下、外、内側、大体部分的にある程度使えますので、全体的に胸の筋肉つけながら、この幅でやります。まず、手幅は肩幅の約2倍に取ってほしいなと思います。で、2倍に取って、よくあるこの腕立て伏せですね。きっちりできればいいんですけども、膝を伸ばして行うと意外とこんな感じ、頭が入ったりとか腰が落ちて肩がすくんできたりとかしやすいです。こういった姿勢では胸の筋肉も、まあ、ある程度働くんですけども、それよりも肩とか腕の方に効いちゃってきます。特に、ね、肩の筋肉が効いちゃうんですけども、まずね、この悪いフォームを直していきたい。で、足を伸ばしてしまうと、大体ベンチプレスでいうと、体重の約6割か7割ぐらい扱えないと、胸の筋肉をしっかり、ね、動員できる、動員するのは難しいです。ですので、しっかり沈めない方では、膝を曲げて、膝をついて行うことをお勧めします。で、胸の筋肉が一番働くポイントは、ここですね。胸の筋肉が、胸の部分が床、マット、スレスレ。この状態で一番胸の筋肉が伸びます。伸びて働きやすくなります。ですので、こうね、これぐらいの可動域ではあんまり働かないですね。どちらかというと、この二の腕とか肩の筋肉になりますので、この胸を張ったこの部分から、この下半分ですね。下半分が胸の筋肉をしっかりと動いていきます。ですので、腕立て伏せでその下の部分をちゃんとね、した姿勢でやらないといけない。具体的には背骨を伸ばして、こういった丸まった姿勢ではなくて、背骨を伸ばして肩甲骨をしっかり寄せて下げる。寄せて上げる姿勢を腕立て伏せであっても、なかなか胸の筋肉はしっかり伸びてこない。肩甲骨を寄せて下げる意識を持つことで、しっかりと胸の筋肉が伸びていきます。で、この姿勢を、膝を伸ばして難しい。ならば膝を曲げて、しっかりとこの位置で一回止める。もう床スレスレ、今、まあこれちょっと服がダボダボしてますんで、まあついてるように見えるかもしれないですけども、おへそは今ついてません。このギリギリのところ、ここでしっかりと胸の筋肉伸ばす。伸びて働いてる、活動してるっていうのをしっかり感じてほしいです。この時に活動してない人は、多分この肩甲骨が上に上がったりとか、胸の筋肉がマットから意外と近づいてなくて、この辺で頭がいってたりはしますので、肩甲骨を寄せて下げる。そうすると胸の筋肉を感じるはずです。で、重心、手の圧は大体ですね、この辺、手掌のこの指ではなくて、このボコッとした母指のこの辺にかけていきます。こうすることで、しっかり胸の筋肉を意識しやすくなります。手の幅を肩幅の倍で、ここでしっかり止めて、上がりきるんではなくて、下でちょっと下半分、しっかりと胸の筋肉を使う意識を持つ。肩甲骨を寄せたまま、伸びて縮む、伸びて縮む。この伸びて縮むっていう動きをしっかりと下半分で、まず10回繰り返します。10回繰り返した後に胸の筋肉を使う感覚を得て、最後で胸の筋肉を感じたまま、胸のトーンを殺さないように肘を伸ばしきる。この時でも胸の筋肉が硬くなってる。よくあるのはこう肘を伸ばした時にスンと抜けてしまう。こうなると胸の筋肉が緩んでしまう。あんまりゼロになってしまいますので、伸ばしても働いてる、伸ばしても硬くなってる状態をしっかりと使ってほしいです。伸ばした状態でも働く。これはダメ。伸ばしても働いてる。今片手で触ると動いてます。
動いてます。これを繰り返していく。まずはそこからしっかりやって、で膝を伸ばして、もしできるならやってみてください。まあ、腕立て伏せをするのが目的ならば、もちろん膝を伸ばしてもいいんですけど、もうしっかりね、胸を使える腕立て伏せをしたいならば、ちゃんとね、強度をまずは落として、ちゃんとセッティングをして、胸の筋肉を使えるフォームを作ることが大事ですので、まずしっかりこのポイントを押さえてみてやってください。今日の動画、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日はですね、胸の筋肉を動員する腕立て伏せの方法をご紹介しました。まあ、部位別、内側とか外側、上とか下、ね、つけたい方は、以前の動画、ご参考になさってみてください。はい。では、また明日もお会いしましょう。さよなら。